文字多重放送とは、ラジオまたはテレビ放送にて、放送信号に文字コードや図形情報や番組その他の情報を多重する放送である。ラジオ放送では、割り当てられたチャンネル内の空き周波数、ステレオ放送に用いる、副反送波の広域に、NTSC 方式のアナログテレビ放送では、垂直動機と有効映像範囲の間に、 残されている余白の操作線にデジタル化した情報を頂上している。ただ、民放地方局で、キー局制作の字幕放送付加番組を自社ネットで放送する場合、設備やシステムの都合などにより、字幕放送に対応できないこともある。NHK については、一部地域で独自番組を放送するために、自社放送となるものも含め、全ての字幕放送付加番組に対応している。 本来、字幕放送は、聴覚障害者のテレビ視聴を支援するための、クローズドキャプションとして行われているため、原則として出演者が発する音声から直接文字を起こしている。ワンセグの開始以降は、聴覚に異常がなくても、周囲の音が大きく音声が聞き取りにくい場所や、公共の場所などの音を大きく出せない場所での、テレビ視聴の際にも、ヘッドホンや本利用のほか、 字幕放送が行われていれば一つの選択肢として有効になっている。また、用語の漢字表記等を知りたい時にも有効な手段と言える。二カ国語放送を実施されている時に限られるが、洋画や海外ドラマがテレビ放送される際、オリジナル言語音声の副音声と併用することによって実質的な字幕スーパー版として視聴することも多く見られる。 世界初の文字放送は BBC の CFAX である。CFAX は1974年9月23日にサービスを開始し BBC の視聴者に対し様々な情報を提供した。2012年10月23日サービスを終了した。日本では漢字のように文字数が多くビット誤りが起きた際の誤字が人間側で容易に訂正できない文字が使われていた。 ため当初はパターン方式での放送が検討された。NHK 方式以外にも朝日放送と松下電機が開発した方式もあったが、1983年10月3日、東京と大阪の NHK 総合テレビでパターン方式による試験放送を開始。聴覚障害者を主な対象として連続テレビ小説、おしんのセリフの字幕放送を行ったのが最初とされる。 本格的な文字多重放送は1985年11月29日に NHK と日本テレビが開始したのが最初である。NHK は1986年11月29日にハイブリッド方式にてニュース、天気、生活情報などを提供する本格的な文字放送を全国で開始した。2008年3月31日。 地上デジタル放送への完全移行の準備のため、字幕サービスを除く、文字多重放送の番組が全て終了し、データ放送に集約された。概要、編集運用開始と、その拡大、編集実態、編集着色、表現、編集現在使用中の、字幕放送テロップ、編集 NHK、編集日本テレビ、編集 TBS、編集富士テレビ、 編集テレビ朝日、編集テレビ東京、編集その他の無料 BS 局、編集コールサイン、編集かつては独自放送が行われていた関係で、主に大都市圏の放送局では、上 TCMX、X は独立系事業者が放送を、以下同じというコールサインが付与されていた。その後、放送法改正で字幕放送が本来業務に加えられ、 実質義務化された関係で、字幕放送分のコールサインは本体に包含され、それ以外の独立データ放送部分のコールサインが、上 TDMX と改められた。この時、字幕放送のためだけに TCM コールサインを取得していた放送局は、コールサインが廃止された。2011年7月24日の全国地上アナログ放送終了に伴い、 tdm コールサインは全廃された。なお、デジタルテレビ放送は、字幕も独立データも最初から含まれているため、独立したコールサインはなくすべて、ジョーディー TV でまとめられている。テレテキスト、編集クローズドキャプション、編集字幕放送のこと。競技には、北米で行われている字幕放送を指す。詳細は、 クローズドキャプションを参照 NHK によって開発された FM 文字多重放送技術について日本国内の状況について述べる。その受信端末であるパパラビージョン、パパラジーコムについても本校で扱う。JFN 系列以外の FM 放送局においても実施された実績がある。遠鉄一般路線バスにおける見えるラジオを活用した LED 表示器。ありがとうございます。